でもね、普段はその活躍の場っていうのはどういう場所なの？そういうスポーツのイベスントポだーツとの、か、はい、そういう中継盛り上げるだとか、とか、はい、あと実況、実況もやってるはい、もうスポーツだけ。普通のイベントもやるんですけど、でもなんかスポーツの仕事が多くて90%ぐらいスポーツなんですよ。あとラジオもやらせてもらって、お待たせしました。すいません、すいません、ありがとうございます。メニューよかった。ああ、もうすごい助かります。ありがとうございます。だって毎月あれだぞ、ホームページで毎月こうみんなで集まっておそ食事されたりされコンパてね、コンパ。コンパ、だからコンパって何だろうと思って、ホームページ見たら。今ね、ちょっとできないんですよ。できないですよね、今はね。でも毎月。すっごい社員さん大事にされてる。だと思います。あの写真見たらそう思います。毎月やってますよ。あれ、会社負担で、代行代も会社負担ですから。それすごい。じゃあ、コンパだけ行こうかな。盛り上げてくれる。どうでしょうか、マイクの調子は。はい、あ、私が大丈夫ですかね、こんな感じです。はい。では、回していきたいと思います。はい、お願いします。では、参ります。5秒前、4、3。DJ ケチャップと素敵な仲間たち、この番組は糸井ホールディングス株式会社の提供でお送りいたします。さあ、今週も元気にスタートしていきましょう。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、パーソナリティの DJ ケチャップです。フリーアナウンサーアシスタントを務めます久林久美子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは今週のゲストをご紹介しましょう。はい、和光化学株式会社代表取締役会長で、株式会社環境技研代表取締役社長、吉浜辰巳様です。はい、よろしくお願いします。吉浜さんもよろしくお願いします。もうこのね、オンエアが始まる前にかなり打ち合わせで姉さんとだいぶ盛り上がったそうですけど、ちょっと漫才チック、漫才チックじゃあかなり茶目っ気のある方だと思っていいですか？相当でございます。っていうぐらい会社の名前が結構お堅いお仕事かなと思っちゃうんですよ。そうですね。はい、ということで、和光化学株式会社、こちらの方では今会長を務められて、はい、でもう一つの会社、環境技研さんでは社長を務められている、はい、どちらからお話伺うと思ったら、歴史のある方は和光化学さんでいいですか？はい、和光化学さん、なんとか化学という会社、耳にすることありますけど、どういったお仕事されてるのかって具体的にイメージつかないですよね。私の苦手な理系分野の話でいろいろお話を伺ったんですけど、私もちんぷんかんぷんだったので、はい、僕もわからないです。だから科学って言ったらどうしても、こう、どうでしょう、吉山さん、難しく考えられる方多いんじゃないですか？あの、小学校中学の時に、はい、理科の実験ってやりましたよね。やりました。あの時に、はい、塩酸だとか、はい、硫酸だとか、はい、そういうのやりましたよね。はい、基礎科学ってそういうものなんですよ。はい、そういうものがあって、はい、それからいろんなものがこう合成して出てくるんですけど、うん、まあ、その用途とすると、はい、物を製造する時に使う薬品だとか、はい、あとは例えばその水処理、排水処理だとか水処理で使う薬品だとか、はいはい、あの製造工程、あと洗ったりですね、削ったりとか、そういうもので薬品っていうのを使う。だから我々の得意さんっていうのはもう 100% 製造業なんです。物を作るところ、いわゆる B2B というものですよね。そうです。 B2B ですよね。でも我々はだからね、その和光化学さんの商品とかそんな身近に提示するもの見たこともない、ないですけど、こうやっていろんな今説明していただいたように、はい、例えば化学品の原料であるとか、はい、そういう製品を作る時の、まあ、材料であるとか、はい、ということですから、あの非常にあの毒物だとか劇物だとか、うん、危ないものだとか爆発するやつだとかいろいろあるんです。はあ。ですから例えば、青酸カリって知ってますよね。なんか昔の漂白事件って聞いたような、映画によく出てきて、はい、あ、これは青酸カリでって、はいはい、あれもやっぱりトン単位でありますから。トン単位であるんですか？トン単位で在庫がありますから。っていうことはかなりこの誰が管理してるかっていうのも、もううるさいですよ。どのくらい入ってどのくらい出たかっていう記録はずっと取ってなくちゃいけないし、うん、管理もやっぱりセコムが全部管理してくれますし、うん、そういう厳重に管理をしなくちゃいけないんで、うん、あれが一缶住まれただけで群馬県中の人が死んでもいいぐらいの色になってる。いやー怖い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 。結構デリケートな
はい、神経を使うお仕事ですね。そうです。そういうものをやはりその原料で使うお客さんだとかに供給をしたり、はあ、あとはあの分かりやすく言うと、うん、うちの会社に危険物倉庫ってのがありましてね、はい、そこがねある時こう屋根がちょっとこうずれてる時があったんですよ、はい、それでなんかおかしいなと思ったらね、それ泥棒が入ってたんですよね。いや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 。で中にね何があるかって言うとシンナーがあるんですよ。で昔のやんちゃですね。やんちゃが。ね、そこで盗もうとした形跡がある。である時ですね、夜中にね電話が警察から電話がかかってきまして、あのお宅の会社に要はその警備が入って機械警備してるんで、うん、異常発砲があったと。おでちょっと来てくれませんかって言うんで夜ね、うん、夜中に起こされて、うん、会社に行ったらねもうパトカーがもう会社の周りにいっぱいあって、うん、中に人がいっぱいいてで行ったら、ここから入ってこう行ってここにドラム缶を持ってきてこの窓を破って中に入ろうとしてますとでこのシンナーを盗もうとしてますとかやっぱりそういうのが出てきちゃうんです。はあ、そういうものもあるんです。なるほど。お聞きの、なるほどね、お聞きのプログラムは警察24時ではありません、DJ ケチャップと素敵な仲間たちお届けしておりますけど、でもだからそれくらいだからなかなか手に入りにくいものであったり、はい、危険というか危険です。でも生活の中では必要な薬品だったりっていうものだよ、はいはい、物を作るには必要な薬品、それが分野なんですよね、いろんなジャンル、何万種類、はい、何万種類もありますか。だからさっき僕パッと聞いたイメージで言うとなんかこう水をきれいにする、はい、例えば昔プールになんかこう、はい、塩素みたいなのをこう白いね、はいはい、薬みたいな学校の先生が入れてきれいにしてた、はい、それもああいうのもそうですよね。もちろんそうですっていうことだったり、はい、あとは例えば鉄製品とかを、はい、鉄が輸入されてそれをきれいに洗ってから商品にしないと、うん、っていうところの薬剤とか、はい、それはもう、うん、フッ化水素酸っていうね非常に危ないもんですけど、うん、そういうものでやっぱり表面をこう洗ったり錆を落としたりとか、だから錆取り剤なんとか洗濯のこういう何ていうの漂白剤だとか、うん、ああいうのはみんなその化学薬品が原料ですから、あだからそういうものが原料としていくんで我々は商品自体が表に出ることはないですけどね、うん、だから陰に隠れて私の性格みたいに陰に隠れて表に出ない結構表に出てますああだからあんまり皆さん知らないんですけど知らないんです。結構重要なお仕事というか、はい、この会社がなかったら結構大変だったりするっていうぐらいのジャンルの会社ですよね。特に今この時代はどういうあれですか、うん、業界というのが多いですか。今はね、うん、製造業がちょっとね元気がないじゃないですかこの。まあそうですよね、うん、そうすると、うん、物を作りたくても作れないっていう時代ですからあれですけど、うん、まあ日本はやはりその電子部品だとか半導体だとか自動車だとかっていうのがやっぱりメインの産業ですけど、うん、そういった部分にもやっぱり随分いろんな薬品を供給しています。でやっぱりこう日本の薬品というか、はい、そういう、ね、科学的に作ったものはやっぱ世界でも信用されている商品になってるんですかね。そうですよね。半導体の薬品なんていうのはね、例のあの韓国に出す出さないっつって揉めた薬品もあれも半導体の薬品ですから、あの日本は非常に高純度なねピュアなやつを作ってるわけですよ。でなかなかこれは世界で作れない日本の技術なんですけど、そういったものをね、あの出す出さないで韓国といろんな問題が起きたりしたじゃないですか。ああいうものはもう本当に日本がやっぱり作って、そのガスだとかですね、薬品だとか、うん、作ってますよね。やっぱり非常に日本の得意分野だよね。なるほど。日本の得意分野の中でその中でこの群馬の高崎にいわゆる本社を構えられてる会社じゃないですか。この辺のエリアっていうのはそういう科学的には適した町とかっていうわけではないんですよね。というわけではないですよね。その中でじゃあ和光科学さんがこの、ね、高崎でこう大きくなっていかれたっていうのはどういう経緯があるんでしょう。昔はねそんなに薬品なんて使ってなかったですよ、はい、産業がだんだんいろんな産業が出てきたりして、うん、使う薬品っていうのが増えていったんですけど、はい、だからそれこそ創業の頃なんていうのはね、はい、こうあのね入れ物がねなかったんでプラスチックの花だったんでガラスの瓶にね薬品を入れて、おそれをこう割れないように遠巻きっていうあれで巻いてですね
つるみたいので巻いて、でそれをこう運んでいったんです。さっき聞いたそんな結構ヒリヒリするような危険のやつをそんな危ない中に入れてたんですか。そうだから昔なかったからガラスなんですよ。ガラスのこういう瓶なんですよね、はい、それに当たっても割れないようにつるみたいのでこう巻いて遠巻き瓶っていうのって、それをみんな運んだんですよ。はあ。だから最初はもうそういうところから出てるんですよね。それがだんだんいろんな産業が出てって、いろんな用途に使われるようになって、うん、まあ、あの製造業がね、に我々が供給できるっていうような状況になってきてるんですけど。なるほど。ただあの我々の仕事っていうのは、まあ、業種でいうといわゆるその業務用の卸っていうのじゃないですけど、はい、ただ今こういう時代はね、右からメーカーが作ったものをただお客さんに届けるだけではなかなか商売厳しいんで、我々は自分のところで加工して、一手間を加えてお客さんの必要な形にして供給するというような、そういう仕事も結構やってましてね。いやいやいや、だってもうできますもんね、うん、だって和光化学さんがじゃあなんかちょっと優れた洗剤とか作ろうと思ったらもう作れる技術は持ってらっしゃいますもんね、うん、一応ね、そういうものを作って売ってる部分があるんですよ。おおなんかちょっと奥歯に物が挟まったような病院のね、看護師さんがこう非常にアルコール使ったりすると手が荒れるじゃないですか、はいはい、でその手が荒れない保護膜を作るようなね、そういうそのまあ化粧品というか薬品というかそういうものをね作って販売してる部分もあります。だから御社の社員なんかものすごい理系の研究できる人がたくさんいらっしゃるっていうイメージなんですけど、だ和光化学はだけど販売の会社だから商社だから、基本的にあ、なるほど、物を作るっていうか加工する部分はありますけども、うん、物を作るのはこう化学メーカーがあって、なるほど、そこから買ってで、なるほど、お客さんに売るという形です。で、化学工業薬品の専門商社ということですが、はい、うん、昭和47年に、はい、この環境技研が設立ということなんです。あ、そうですよね、もう一つの会社の環境技研。和光化学で薬品を売ってますとね、はい、例えばメッキ屋さんなんていうのは、はい、メッキの薬品を売るじゃないですか、うん、でそれをこういろんな層の中に入れてメッキをつけていくと金属分がだんだん少なくなってくるんで、うん、その濃度がどのくらいなのかっていうのを測るために和光化学の会社の中に分析をする部分があったんですね、はい、でもそれはサービスで、はい、あ、お客さんだいぶ使ってきたんで金属の濃度が下がったからまたこの薬品を入れてくださいっていうような、うん、やっぱそういうために分析の部分があったんです、はい、でところが昭和42年ぐらいから日本が公害問題が起きてきたんですね、はい、なるほど、高度成長期になって、はい、もういろんな工場がいろんなものを作るようになったら大気汚染だとか水素濁だとかいろんな問題が出てきて、はい、あの環境がだんだん悪くなってきた。ところがね、民間の分析の会社っていうのはなかったんですよ。だって分析ってサービスだったんですから。はあ。で、大手さんの中にはやっぱり自分のところで排出する水の分析だとかっていう部門もあるんですけど、うん、民間にその専門の会社がなかったんで、うん、行政の方からお話しいただいて、ぜひ民間の分析の会社を作ってほしいということで環境技研っていう会社が出来上がった。へえ。いや、環境技研という名前だけ伺うと、まあ、あれですけど、今時の名前じゃないですか、環境重視って。だから最近あの吉山さんが作られた会社なのかなと思ったら、結構もう50年近い歴史がある。でもこれは高度経済成長の時にそれだけやっぱ工業的なものが活性化されてるから環境を守らなきゃダメだっていうことで。そうです。全国にあの時公害問題って起きたんですよ。ありましたよね。九州だとか、はい、新潟だとか、はい、まあ、群馬県でも多少するのが、ね、ありましたけど、まあ、全国でそういう問題が起きてきて、これはあの環境規制しなくちゃいけないと。規制する限りは規制の中に入ってるか入ってないかっていうのを分析しなくちゃいけないっていうことで、全国にそういう環境の分析会社っていうのがその当時出たりできたんですね。で当時はだから本当にその分離独立して、まあ、大手さんのそういう技術者にも協力してもらって、あの環境分析、本当に水質だとか大気だとかを分析する会社部門ができたんですね、会社が。ところが分析ってサービスだったじゃないですか、うん、で会社作ってもそう分析で食えるのって、はあ、そうですよね、言われた時代なんです。うん、でそこをこうやってきて、だんだん基準が厳しくなってきて、いろんなものがこう規制が出てくるようになると、それをみんな分析しなくちゃいけないようになったんで、
環境の分析っていうのがだん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 こう広がっていったんですね。だから今なんか意識高く持たなきゃならない世の中じゃないですか。そうですね。そういう部分でじゃあ環境技研さんもまたいろんなところのニーズ増えてるんじゃないですか。そうですね、うん、だから時代によってその規制するっていうのは大きな問題になるっていうものがいっぱいあって、うん、まあ水だ大気だ土だそういう汚染の状況からですね、まあ、例えばこういう昔の家の中にはこうアスベストっていう、はい、やっぱそういう石綿ですよね、はい、こういったものが入ってるんでアスベストも検査しなくちゃいけないとか、ダイオキシン燃やすと出てくるダイオキシンっていうガスが出てくるんでちょっと分析しなくちゃいけないとか、いろんな項目がこう増えてってるんですね、うん、でそれに伴ってやっぱり分析の人も機械も、こう増えてって今に至ってるんですけど、うん、ただ環境分析だけではねなかなかやっぱりその競争っていうものもあるし、うん、他の部門はないだろうかっていうことで、まあ私どもの環境技研ではいわゆる製品に物を作ってる時に何か故障するじゃないですか、はい、その故障の原因が何なのか、うん、なんかちょっとしたものがついても半導体なんていうのはみんなこうパッとこうエラーになっちゃうんですよ。そのちょっとしたものは何なのかっていうその微量なものを分析したりですね、でこれは一体どこの工程からこういうものが入るのかっていう故障解析をしたり、あとは表面状態が例えば錆びたの割れたのだというとそれを表面の状態をこう調べたりっていう、そういう製品のいわゆるその表面解析だとか故障だとか、あとは異物検査だとか、そういった部門も非環境分野のものを広げていったんですね。でそれから今は医薬品のあの分析もこう広げていって、だから今環境分析が6割ほーで、その製品の非環境分野の製品の分析は4割ぐらい。いやいやいや、もう会社立ち上げた時とはもうまた違う、またまた全然違う、全く違うニーズになってるという。そうです。だから最初立ち上げた時には4、5人で立ち上げた会社が、うん、今110何人いますから。で東日本の大震災があったじゃないですか、はい、あの時放射能の問題が出ました、ありましたね。でその時にいち早く群馬県でもいち早くその分析できる装置を入れて、うん、その分析を始めたんですね、放射能分析、はい、で当時県にもまだ装置がなかったんで、うん、あの群馬県はあの玉村の食肉センターっていうのがあって、はい、日本で2カ所ぐらいしかないんですけど、はい、要はその牛をあそこで屠殺して肉をこう出してるわけですね、はい、でこれをね前頭検査しなくちゃいけないんですよ、当時ね。そうするとね屠殺した牛のここの肉を2キロぐらい持ってくるんです。毎日ドカドカ入ってくるんです、はあ、でそれをこう放射能があるかないかっていうのを検査してそれやってたんですよ。でところがね肉ってね、はあ、あれ熟成しないと硬くて食べられないんですよね、はああの肉はね新鮮だからってすぐ食べられる、硬いんですよ、うん、だから放射能の影響がない肉がうんと余るんですけど毎日何十キロって出るんですけど笑ってええもんやろか、ね、新鮮な肉だから、はい、で放射能もないし、はい、これ処分しなくちゃいけないんで、はい、食べてみたんだけど、はい、やっぱ硬くてダメなんですよね、うん、熟成させないと、はい、そこで困ってね、うん、どうしようかと思って、そうだ群馬県には群馬サファリっていうね、あのライオンだとか何とか書いてサファリパークあるの、サファリパークあるのでそこへ電話して、はい、肉いりませんか新鮮な肉であるんですけどいりませんかって言ったら、向こうの獣医さんがあのライオンってね、あの毎日ご飯食べないんですよって言うんですよ。で毎日そんな肉食べさせたらライオンの体が悪くなっちゃうんですそれでもね何回か引き取ってもらって、うん、他の動物にこう細かくして混ぜて食べさせたり、まあまあまあ、餌にしてもらって、そういうこともありました。いやーだからもう今和光科学のこともやっておられたら、はい、環境のこともやっておられて、でもこれからもっと環境という部分ではそっちの行動でしょうか。本当の自然環境に関するいろんな調査だったりの依頼もまだまだ増えてくる時代になりそうですよね。そうですね、うん、まあ、物を生産する限りはやっぱり何らかの形でのこう規制っていうのがやっぱりね、煙突から出る排ガスだとかね、はい、そういった規制もあるし、あの中の排水処理を出して水の状態だとかいろんな問題がやっぱりあとはね、今問題になってるのはね、
中で仕事をする人が、その仕事の、うん、する場所の環境がどうなのかっていう、作業環境っていうね、やっぱこの作業環境がいいか悪いかっていうところがやっぱりね、検査しなくちゃいけないんですよ。どういう検査をするんですか？空気だったりですか？そうそう、例えば作業環境のこの空気の中に何か変なものが入ってないかとか、はい、例えばそのベンジン使ったりいろんな溶剤使ったり作業してるところは空気中の濃度がどうだとか、はい、その作業する人の安全で作業ができるかどうかっていうことを検査しなくちゃいけない。そうするとそれが悪いとそれをこう改善する装置もこうつけなくちゃいけないとかね、企業はそういうことになってますよね。すごい、もうこれ会社は会社でいろんなところを気にしなきゃなんないから大変な試合になってますけど、でも忙しくなりますね。ねえ、ということで、まあこれだから我々は本当に会社の名前だけ聞くと和光化学さんだったりこの環境技研さんだったりなんか硬いなとかって思ってるけれども、このそうこういう会社がいわゆる社会をうまくこう整えてくれてるということだと思いますけども、もう吉山さんはこのね会長だったり社長やられてますけども、あとどんな感じで会社だったり、はい、自分の仕事を通じて、はい、あのこの高崎の町にいろんなものを伝えていきたいなって思いありますかね。そうですね、うん、まあ、環境の仕事にしろ我々の仕事、和光化学の仕事にしろ、はい、やっぱりその最終的には人の命に関わってくる問題なんで、うん、はい、その人が人間が生きるためにはやっぱりその水と空気と食べ物っていうのが絶対これ必要ですよね。はい、で水が安全なのか、あの空気が安全なのか、うん、食べ物が安全なのか、うん、こういったものを検査するっていうのが環境技研でやってるんで、うん、そういったものをやはりその人の、あの安全のためにね、人が安全に生きるために安心して生きるために、世の中がちゃんと成り立ってるのかどうかっていうことを検査するっていう、やっぱりそういう一つの大きな意義がやっぱりあるのかなと思うんですね。うん、で和光化学はそういったものを製品を作るのについて、やっぱりその時代とともにいろんな薬品も変わってるんで、まあ基準に合った安全なね、より安全なものにこう変えていくっていうことをやっぱりやってるわけで、はい、昔危ないものを使ってたけど今は使ってないとかね、うん、あのフロンガスって問題になったんですよね。ありましたね。あれ我々も年間5億円ぐらい売ってたんですよ、フロンガスって。当時は洗浄するのにフロンガスを使ってて、そうそう、それが大気に行ってそのオゾンの破壊の問題だとかっていうんで、あの商品なくなったんですよね。確かに聞かなくなりましたね。いや、もう作れなくなっちゃった。あ、そうなんですか。ね、だから作ってないです。というのに、あの世の中がこう変わっていくたびにこうなくなっていく商品も結構あるんですね。うん、そうすると我々の仕事でもそういうものがボンボンなくなっていっちゃうってことがある、うん、それでもやはりよりそういうその地球環境だとか人が生きるためにやっぱ安全な薬品だとかこういったものをやはり供給するっていうのは我々の責任ですから、まあ、あのよりそういう安全なものにこうシフトしていく、やっぱりその仕事っていうのは我々は続けていかなくちゃいけないし、うん、あの売れればいいとか儲かればいいとか、そういう考え方で会社を経営してるとやっぱりダメだな。ほ、なるほどね。いやでもなんかそういうのが伝わってきます。水、空気、食べ物、全てをこう陰でバックアップされてるお仕事だなと思いますので。ですよね。うん、まあ我々の会社の社是っていうのが、うん、あの全従業員の物心両面の幸せを追求するというのが社是なんで、うん、社是っていうのは最終目的ですから、はい、これをずっとこう追求していくとなると会社の活動っていうのは全てそこに修練するようなやっぱ活動をしなくちゃいけないんで、うん、そういう意味ではあの自分たちが良ければいいとかっていう考え方ではないというのは社員全員が共有してますし、うん、そういうものを徹底するために毎月コンパをしたりね、食事会をして、コロナ収まって、コロナ収まればまた、ね、またみんなで乾杯して、乾杯して、うん、コロナさんっつってね、やっぱそういう、うん、だから社員が笑った顔が見られるっていうのは楽しいですよね。なるほどね。うん、それが生きがいかな。中小企業の経営者なんてね、そんないい商売じゃないんですよ。いやさっきも話したんですけど、うん、前世よっぽど悪いことしたのかなと、その罰を受けてるのかなと思うぐらいで、いやそのね、やっぱりもうあのこの耳見たらいろんな人の話を聞いて、ね、いろんなことを吸収していろんなことをまた発信されてるなっていうの感じがしますので、
ぜひ今後も和光化学さん、それから、この環境技研で、はい、この高崎群馬の町をサポートしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回のゲスト、和光化学株式会社、代表取締役会長、そして株式会社環境技研の代表取締役社長吉山辰巳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだいけそうですね。朝毎朝5時に起きて時速7キロのウォーキング。もうすぐ30年、ね、時速7キロは結構早いですね。早いですよ。いろいろネタはあったんですけどね。でも会社の話でここまでいけますよ。時速7キロは早いですよね。え、うん、早いですよ、ね、だいたい時速5キロですよ。1キロは12分ですから。うん、私はだから1時間で7キロ毎日ですか。毎日朝5時起きて5時ちょっと頃から。家族今綺麗ですよ、星空が。家族大変ですね。朝早く一人住まいだから大丈夫。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、この番組は糸井ホールディングス株式会社の提供でお送りしました。